の YouTube チャンネルとコラボをして皆さんにお送りしたいと思います。じゃあ早速、人気スタイリストの田辺沙織さんに来ていただきました。いらっしゃいませ。やっほ ー。いつもスタイリングお願いしてるので仲良し。はい、こんちくわ、スタイリストの田辺沙織です。毎度かよちゃん、今日は何をしに来てくれたんですか？はい、今日は夢のかやチャンネルにお招きいただいたということで、かやちゃんのデートスタイル5選をご紹介しに来ました。よろしくお願いします。お願いします。はい、早速1コーデ目、こちらです。ダン、このお洋服は私はかやちゃんにドライブデートの日に着てもらいたいなと思って持ってんの。甘えしたこれ両方 GU なんです。へー、なんかドライブデートの時はちょっとこう俺の横に立ってるかやってまぶいだろみたいなそこまで考えてくれたんですね。そう、カラーパンツとそして同色系のネイビーのカットソーでちょっと大人っぽカジュアルスタイルっていう感じです。はい、では早速1つ目のドライブデートコーデに着替えてもらいました。かやちゃん、はーい、かわいい。めちゃくちゃスタイル良いですね。普段の自分とそんなに離れてない感じがする。確かに私服にちょっと近いかな。このパンツがね、めっちゃ絶妙のカラー、色かわいい、良くない？なんかめっちゃ高見えするなと思って。これ自由ってびっくりよね。びっくりとか、さすが自由、着心地がとても良い良い。そう、後ろがゴムやからドライブ中にたくさん食べてもハッピー。で、こういうね、ネイビーのカットソーと合わせて大人っぽいワントーンコーデにしてみました。運転してさ、運転するときにパッて横見たらちょっと二の腕が出てる。ノースリーを着てたらちょっとヒットさせちゃうね。確かにね、二の腕見せは女性らしさ出すために結構重要なポイントですね。すごいサラッとした生地で、あんま無理してない感じがすごいいいです。次いきます。次はかやちゃんの、居酒屋デート服。 お酒を飲むの好きですか？お酒飲むの好きですね。好きなのを伝えてはいます、ね、好きですよね、そんなかやちゃん と、皆さん居酒屋デートに行くって、ね、とっても楽しいと思うんですけど、こんな感じのサスペンダースカート。これ3点そうなんよ。え、これかやちゃんめっちゃこれ好きじゃない？好き。こういうの目覚ましの時来たら買いたいって言うよねと思って選んできました。あとデートやからやっぱちょっと女っぽいのがいいよね、と思うの。これはあざといよ。えやんで、あざとい。かやちゃん、はーい、かわいい。居酒屋デートです。うん、めっちゃ似合ってる。これ高見え、してる、と思うし、あと私この靴すっごい気になってて、グルカサンダルね、かわいい。このさ、スカートさっき見た時も可愛いって言ってたけど、やっぱ着てもらったら余計すっごい高見えして、かやちゃんが着ると余計に見えますよ。楽だし、居酒屋さんでいっぱい食べられていっぱい飲めるか。そうそう、これ後ろもちょっと後ろもこういう風にゴムになってるからいっぱい飲めるし、いっぱい食べられるね。ゴム大好きです。でクロスになってるのも今向いてもらってるか、ここも可愛いポイントです。ここが細いのよ。細いのが結構カジュアルすぎずに女の人っぽく着れる。なるほど、勉強になります。やったー。そのさっきかやちゃんが気になってるって言ってくれたグルカサンダルとか、これ巾着のね、カジュアルのバッグでカジュアルダウンしてみました。で、そして3つ目は、ショッピングデート。王道なワンピース。でもかやちゃんは普段さ、ピンク色とか着ないって言うやん。着ない。私こういうの着ないって言うピンクは守ってないなって話よ、ね、確かに。だからなんか、だからこそちょっと挑戦してもらいたいなと思って、かやちゃん、はい、かわいい。じゃん、これは尊いですね。皆さんかわいい、ピンク尊い、ちょっと甘めですね。そう、なんかね、ショッピングデートの日は思いっきり女子な気分でテンションを上げてもらいたいなと思ったので、女の子らしいワンピース選びました。この辺も結構スッキリしてるから、女性らしさ、すごい似合ってる。やった。もうこれ自由ね、これすごいね、これすごい、すごいよね。高見えよ、これはこんだけ凝っててね。ね、素晴らしい。なんか全部女子らしさ詰め込みました、ワンピースに。
さすが。こういう甘めのワンピな時ってなんかちょっとね大人っぽく着たいなと思うので、なんかゴールドの金具が入ったシャランとしたバッグとか、あと足元はこれ編み上げになってるんですけど、ちょっとパイソンのね華奢なサンダルを合わせたり、でそのバッグに合わせてアクセサリーもゴールド系のものをつけて大人っぽいけど華やかなデートスタイルに仕上げに、みんな仕上げてみたいな。次4つ目のコーデは夏祭りコーデ。うーん、どうですか皆さん、かやちゃんと夏祭り行きたいですよね。私も行きたい。それは行こう。行こう。でその時に選んだのがこのかわいい、めっちゃタイプ。あ、本当？うん、かやちゃんショーパン好きやもん。ショーパン好き。そうそう、これもう全部なんと GU なんですよ。かわいい、ラメラメ。あ、そうそうそう、ラメコンで、しかもなんと少しほんのり肌が透けるのよ。いい女ブラウス。そう、いい女ブラウスです。これもカジュアルだけどちょっとお女性らしさを持ったコーデです。はいはい、かやちゃん。はい、めちゃくちゃかわいい。かわいい、うん、すっごい似合ってる。かやちゃんはね美脚なので足を出してほしいなと思って、そうね、なんか目覚ましテレビとかでも足出しのねミニ丈持ってこられがち。そうそう、でもあれだよ、3週間に1日だけって私決めてて、くどくない。そうそう、たくさん出したらちょっと皆さん3週間に1度だけ楽しみにしててくださいと思いながら挟んでいってるんやけど、今日はそんな足出しのね、今回はね、はい、コーデで夏祭りデートです。このニット、この透け感とちょっとラメが入っててめちゃくちゃ高級感があるんですけど、お値段なんと1690円。買う、そうか、買うよね。買う。しかもこのさパンツもめっちゃ綺麗じゃない形、うん、足が出すぎてないから大人っぽく履ける丈感になってるんですけど、で素材も結構さしっかりしてるよね。これはすごく良い。お祭りの日なのでちょっとあの斜め掛けのお財布バッグっぽいものを持ったりとかして、ちょっとやんちゃな、うん、やんちゃな感じが可愛いですね。嬉しいです。はい、5個目が、おうちデートコーデです、はい。これ一番気になるところだと思うんですけど、かやちゃんって、ね、デニムがすごい。デニム大好き。もう15本以上は多分あると思う。そのうちの半分くらいはお願いしてる。で、なんかデニムはこのエクリューみたいなね、カラーが今すごいトレンドなので、なんかニットにブルーデニムとかやとちょっと、なんていうやろ、もう普通すぎ？って感じやけど、エクリューデニムにすることでちょっと大人っぽく、女っぽく着れる。ベージュ系のね、エクリューカラー。イエス。そうで、ニットはこういうね、ちょっと秋代わりに、これ全部ちょっと空いてるっていう、しかもなんかちょっとやらしすぎない秋感、深すぎない秋感だから、色気がね、出る感じになっています。はい。ではラスト5つ目、おうちデートコーデです。かやちゃん。はーい。やった。これすごい新鮮。デートコーデです。新鮮。めっちゃ可愛い。素の状態には結構一番近い。あ、そうか。そうデニムだし。うん、確かに確かに。デニムの着心地いい、これ。ほんま？柔らかくて。そう、生地柔らかいもんね。これはね、GU の紙デニムって言われてるハイウエストストレートジーンズの進化バージョンなんです、ね、で、ちょっとルーズシルエットなのであの幅が広めで、まあ、おうちデートにはね、よりこう履き心地がいいからいいかなと思って、ちょっとゆったりした感じ、なんかしゃがんだりとかしても、ね、全然大丈夫できそうな感じ。リラックスできる。メガネとかってさ、かけたりする？これだけメガネ結構私かけるかも。あ、そうなんや、うん、家寝る時とかにちょっとこう出ている時に、うん、これはね、あのドアないんやけどブルーライトカップになってる自由のものが、そう、すごい似合ってます。こういうコーデでどうですか、おうちデートなんていかがでしょうか。いかがでしょうか。さあ、今回はこんな感じで5着かな、うん、用意していただきました。あのなかなか着ない色味のものだったり、いつもあんまりつけてないアクセサリーとかメガネだったりとか、そういうのもお見せできて、個人的にもすごい新鮮だったし、皆さんにもちょっと新鮮かなって思ってもらえたかなって思いましたよ。ありがとうございます。めっちゃ嬉しいです。めっちゃ楽しかった。やった。私もすごい楽しかった。なんか普段こう目覚ましとかやしないようなカジュアルなコーデとかをかやちゃんにしてもらって。
で、あとでやっぱデートコーデやからこうシーンをね考えながら着てもらうのも楽しかったし、新たなかやちゃんの新たな魅力をたくさん発見しちゃいました。ありがとうございました。ありがとうございました。で、今回の動画は私の YouTube チャンネルに田辺さんに来てもらって、今度は私が田辺さんたちのキャンキャンのチャンネルにお邪魔しますので、そちらの動画もぜひチェックしてください、はい、どんなことするんでしたっけ。こちらのキャンキャンチャンネルの方では、かやちゃんのお悩み解決コーデを全部ザラでやりましょうという企画を、はい、楽しみに、お楽しみにしてください。こちらもね、すごい可愛いかやちゃんがたくさん見られるので、ぜひチェックしてください。今回の動画を見てくれてありがとうございました。